はい。円満相続税理士法人の税理士の立花です。今日は税務署はどうやって贈与税の税務調査先をあぶり出しているのという内容でお話をしていきます。で、前回の動画ではですね、贈与税の時効は6年間ですというお話をしていきました。6年ないし、悪質と認定された場合にはこれ7年にですね、これ時効が伸びますと。いうお話をしていったんですけれども、この贈与税の時効というのはそう簡単にですね、認めてもらえるわけではなくて、そもそも贈与自体は行われていなかったという認定になること非常に多くありますので、そういったところ注意してくださいって、いうお話をしていきました。で、今回の動画では、この税務署はですね、どうやって贈与税の税務調査先をあぶり出しているのか。というお話をしていきます。で、これがですね、贈与税にかかる調査の実績ということで、これ平成29年中には日本全国で3800件の税務調査が行われています。そしてそのうち申告漏れ等の被件数、つまり追徴課税になった人たちは3800件のうち3565件ということで、一度調査が入ると 94% の確率で追徴課税になります。つまりほとんどですね、もう何かしらの間違いというかですね、これもう尻尾を掴んでいる状態で調査が行われます。じゃあ税務署の人たちは一体これですね、どういうふうに、この贈与のですね、尻尾を掴んでこれ調査入っているのか、ということを今日中心に解説をしていきます。で、これ補足なんですけれども、税務調査が行われる人の 86% は、これですね、申告をしてない人たちに対して入ってます。つまり税務署に対して何にもですね、してない、しれっとしている人たちに対して、ある日突然、税務調査やりますよ、ということで、追徴課税になっています。ちなみに、追徴課税になる人たちのほとんどは、預金ですね、預貯金、現金、こういったものが追徴課税の対象となっています。では、どういうふうにこの贈与がですね、問題になっていくか。ということなんですが、おそらくですね、この動画を見ている人の多くは、贈与なんて黙っていればバレないのに、馬鹿正直に申告するなんて思ってる人いらっしゃると思うんですけれども、本当にいろんなですね、糸口からこれ、贈与って分かっちゃうんです。はい、これがまず代表的な例なんですけれども、これ、贈与税の問題というのはですね、これ、いつ問題が発覚するかっていうと、相続税の税務調査の時に問題が発覚します。具体的に言うとですね、例えばあるお父さんが、子供に対してですね、年間300万なり、400万なり、500万なりですね、非課税となる110万を超える生前贈与をしていたとします。ただ、そのもらった子供は、その贈与税なんて黙ってればあれないよっていうことでですね、この、申告を全くしてなかった。で、これが、いつですね、これが問題が表面化するかっていうと、このお金を毎年あげてるその時に問題になるんじゃなくて、そのお父さんが亡くなってしまった時、そして相続税の申告書を税務署に提出をします。で、そこから相続税の税務調査というものが行われます。で、この税務調査が行われた時にはですね、これ過去10年分、亡くなった方の過去10年分の預金通帳がチェックされます。で、ここで問題が発覚します。いや、あなたは毎年300万これもらってましたよねと。で、申告してなかったんですかと。なんで申告しなかったんですか。で、今からでも申告しなさいと。いったことで、そこで贈与税の追徴課税になるケース。これが一番多いかなと思います。で、ちなみに相続税の税務調査は、贈与税の税務調査よりも、入る確率は断然高くて、大体今相続税申告の 20% くらいというふうに言われています。5件に1件ですね。5分の1。で、この確率が高いか低いかって考えると、私はこれ、本当に高いと思うんですよね。本当に多くの方にこれ調査が入っていきます。で、相続税の調査が一度行われると、これ追徴課税になる確率は、なんと、82% です。8割方で追徴課税になっていきます。で、2つ目のポイント。はい、これです。続いてですね、贈与税の税務調査が発生する一つの原因としては、これ、不動産の登記情報というものがあります。で、例えばですね、この不動産を購入したりだとか、この生前贈与をしたりすると、不動産の名義変更が必要になるので、これ、法務局で名義変更の手続きをします。で、これをですね、いわゆる登記っていうふうに言うんですけれども、この登記された情報というのはですね、法務局とこれ税務署は非常に密接に、つながってますので、まあ、誰々がこう不動産買ったぞとかですね、誰々が誰に贈与したぞっていう情報は、法務局から税務署に対して筒抜け状態でございます。で、これで、例えば生前贈与されてるにもかかわらず、まあ、その子供が申告をしていないっていうような話になると、まあ、これは、贈与税のですね、税務調査が行われるという結果になると思います。で、ここにですね、お尋ねって書いたんですけれども、これは不動産購入した方ならですね、経験があると思うんですけれども、不動産を購入すると、税務署からですね、不動産購入に関するお尋ねっていう手紙が届きます。で、その手紙には、あなたはこの不動産をどのようにしてお金を用意して買いましたかといったことが書かれています。で、そこに親からお金を贈与してもらいました。だとかですね、例えば親からお金を借りましたとか、そういったことを書いてこれを提出すると、その内容本当かなといったことでこれ調査を誘発するということになります。で、よく昔のテレビ番組とかで綺麗な女性とかがですね、お金持ちの男性からこれマンション買ってもらったんですみたいな話とかをテレビでされてると思うんですけれども、ああいった方はこれ、間違いなく、その内容がこれ、嘘じゃなかったら、本当だとしたらこれ、贈与税、追徴課税されますね。これは、そうだと思います。続いて、これもよくあるケースです。住宅ローン控除。で、これ何かというと、これは住宅を購入したときに、最近すごく多いのが、夫婦連名で購入するっていうケースすごく多いじゃないですか。ごめんなさい、これ最近っていうよりは昔から多いと思うんですけれども。で、この時に、住宅ローン控除を受けるためには、毎年、で、住宅ローン控除ってごめんなさい。そもそも何かっていうと、住宅ローンで不動産を買うと、その借り入れのですね、年末残高の、毎年 1% 分、所得税、還元しますよっていうですね、すごくいい制度なんですけれども、この制度を使うためには、初年度、最初の年だけはですね、確定申告が必要です。で、その確定申告をするときには、その新しく買った不動産の登記簿謄本、借り入れの残高証明ですね、そういったものをもろもろこれ税務署に提出をするんですけれども、例えばですね、そうですね、購入した不動産、夫と妻で半分ずつこれ共有名義で購入をしていたとします。で、そういうふうに登記簿謄本にも半分ずつ書いてあるんですね。ただ、提出した借入金のこれ明細書を見ると、もうご主人が 100% これ借入やってると。フルローンでですね、やってる。そういったものが出た場合には、これですね、お金を出しているのはこれご主人が 100% なんですけれども、不動産の名義が夫と妻これ半々になっているとしたら、これ購入代金の半分を妻に生前贈与したという扱いになります。ですので、これ奥さんに対して、結構大きくですね、これ贈与税が追徴課税されることになってしまうので、これは本当に注意をしなければいけないということになります。で、ここですね、結構こういう方いらっしゃるんで、本当にこれ、不動産買うとき注意しないとまずいですよね。続いてこれ、生命保険。いや、生命保険もですね、これ非常によくトラブルになるんですけれども、これはですね、例えば、ケースで言うと、お母さんが保険の契約者になって、で、その保険の対象者、それお父さん。お母さんがお父さんに対して生命保険かけます。で、そのお父さんが亡くなってしまった時にこれ保険金支払われますよっていう契約なんですけれども、その保険金の受取人が子供になってたとします。子供。お母さんが保険料を負担して、最終的にお父さんが亡くなってしまった時には子供がその保険金を受け取りました。こういった契約の場合には、その子供に対して贈与税がかかります。贈与税がかかります。お母さん、お母さんがお父さんにかけてるんで、お父さんが亡くなってしまった時というのは、お母さんご健在なんですね。ご健在。で、ご健在の方がこれお金を出していて、それをですね、違う方がこう受け取る。なんでこれお母さんから子供にお金をあげたのと同じなんです。で、こういった契約に入っている場合で、それが実際保険金に支給されましたよといった場合には、その子どもは贈与税の申告をしないとダメなんです。で、そういったことをしてないって話になると、これはですね、贈与税の追徴課税になりまして、で、今、生命保険会社から、誰に保険金払いましたよっていう情報は、これほとんどですね、税務署に通知してます。保険会社が。この人に保険金払いましたよっていうことを、保険会社から税務署に伝えてます。ですので、もらった人がこれ、本当は贈与税の申告必要なのにしてないんだとしたら、まあ、これは、狙い撃ちされる結果になると思います。で、続いてこれ。貴金属店で200万超の取引をした場合。で、これ何かっていうと、例えば金、ゴールドですね。ですとか、銀ですとか、そういうプラチナ。といったもの。こういったものはですね、よくこの相続税とか贈与税の、逃れるためにですね、こう悪用する方が非常に多いので、これ国税庁のホームページそのまま貼り付けたんですけれども、平成24年の1月からですね、新しい制度が導入されています。これどういう制度かというと、金、地金等の譲渡の対価の支払い調書といってですね、これは、200万超の取引を行う場合には、税務署に対して支払い証書を提出することが義務付けられました。ということで、いろんな貴金属店でですね、200万円を超える取引をする場合についてはですね、税務署に対して、その貴金属店から、あの人が200万円くらいの金売りましたよとか、あの人が200万くらいで金買いましたよとか、そういった内容をこれ知らせることが義務付けられています。で、ここはですね、若干推測も入るんですけれども、例えばですね、まだ年齢がお若い方、20代前半とかの方が200万円くらいの金売りましたよって話とかに、極端ですけど、そういったことになると、200万くらいだったら20代前半の方でも買うケースはあるかもしれないですけど、その金どうやって用意したんですかという話に当然なりますよね。で、これお父さんから贈与でもらってます。とかそういった話に発展してくると、こういったところでも、贈与税の調査が行われていくんじゃないかなと思います。で、あとはですね、これ会社を経営している人、もしくはですね、会社の経理部にお勤めの方ならピンとくると思うんですけれども、法人税の申告書の別表第2というふうにですね、かなりマニアックな名前が出ちゃうんですけれども、これは会社のですね、法人税を支払うときに、法人税の申告書ってこう作っていくんですね。で、そこの別表に、第2ページ目みたいなもんなんですけれども、その2ページ目みたいなところには、誰が株主ですよっていうのを書く欄があるんですよ。誰が株主で、誰が何株持ってますというのを書く欄があります。で、これ法人税の申告書は原則毎年出すものなんで、これを見比べていくと、この2票だけこうやって見比べていくと、誰から誰にこう株が移ってるかっていうのはこれわかるんです。見れば。で、株式がこう移ってるにもかかわらず、そのもらってる人がですね、これ贈与税の申告をしていない。ないし、その上げた、減ってる人がですね、これ所得税、譲渡の申告してないと。いうようなケースになると、これは贈与税の税務調査が行われるとなります。はい。で、最後なんですけれども、これ最近すごく多いんですけれども、海外送金調書といって、これはですね、日本から外国、もしくは外国から日本にお金をこう送ったり、お金を受け入れたりする際というのは、これですね、これもさっきの金銀とかと同じように、税務署に対して銀行が通知をするんです。あの人が何百万送りましたよとか、あの人がですね、どっかの国からお金を戻しましたよといったことを、これを国に対してこれ伝えています。で、この海外の送金を経験したことある方ならわかると思うんですけれども、海外からにお金を送るときって、その送金目的っていうのを銀行に書きますよね。銀行に伝えなくちゃいけないんです。で、その時にこれ贈与で、外国にいる子供に対してお金を贈与しますよ、というような場合だとかですね、そういったことから、この、贈与の追徴課税、贈与の税務調査が行われるっていうケースも十分考えられますし、税理士仲間から聞くと、やっぱりこういうケースでですね、調査が行われるケースってすごく多い、最近増えてるっていうふうによく聞きます。で、私もこのケースで調査に立ち会ったことはあります。それは贈与というより所得税だったりするんですけれども、最近はこの海外絡みってすごく注意が必要だと思っています。はい。税務署の方々もきっと力入れてるんでしょうね。はい。ということでですね、今日は様々な理由から、贈与税の調査につながるようなことを解説をしてきたんですけれども、本当に私も税理士の立場っていうのはあるはあるんですけれども、税務調査は甘く見ない方が本当いいと思いますよ。うん。で、こういうことを言うとまた税務署の手先なんだっていうふうに言われるかもしれないですけれども、本当にですね、調査、立ち会う時ってすごく嫌な気持ちになりますんで、しかもそれが皆様じゃなくて皆様の家族がそういう気持ちにならなくちゃいけなくなってしまうかもしれません。バレなきゃいいっていう問題じゃ私はないと思うんですけど、そういうことを言うとまた賛否両論あると思うのでやめときますけれども、ということで、税務署はこのようにして贈与税の税務調査の先を選んでいます。はい。ということで、今回の動画が役に立ったと思っていただける方は、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。